グレゴリー・ブルース・ジャービスは、アメリカ合衆国のエンジニア、宇宙飛行士、アメリカ空軍軍人。STS-51L に、登場科学技術者として参加し、チャレンジャー号爆発事故に巻き込まれて死亡した。ミシガン州デトロイトで、父・ブルース、母・エレンの間に生まれた。妻は、マルチャ・シー・ジャービス。彼は1967年に、 ニューヨーク州立大学バッファロー校から電子工学で学士号を1969年にはノースイースタン大学から修士号を取得した。同年アメリカ空軍に入隊して1973年まで従軍し大医として除隊した。その後はヒューズウェアクラフト社で働き1984年7月にスペースシャトルの登場科学技術者に選ばれた。 ニューヨーク州立大学バッファロー校の北キャンパスにある工学部の建物はジャービスの死の後にジャービスホールと改名された。はじめは生徒たちが建物の壁にジャービスホールと記していたが1987年に正式に認められ落成式が行われた。ジャービスホールは主に工学支援サービスに使われている。ハモサビーチにある 記念碑1990年のテレビ映画チャレンジャーではリチャード・ジェンキンスによって演じられた。ありがとうございます。